カットバセボールチャンネル、カットバセリモートアカデミー、カットバセボールアカデミーのトツーです。本日は3月17日に行われた沖縄校の野球教室の模様をお伝えいたします。今回は小学生を対象とした野球教室となっております。沖縄はですね、野球熱がとても高く、今回はなんと41名の参加者を迎え開催いたしました。野球教室なので、今回はバッティングだけではなく、キャッチボールや守備の練習も行われました。沖縄校は2人のコーチがいるので、ご紹介していきたいと思います。まずご紹介するのは井出翔太郎コーチです。ソフトバンク、ベイスターズ2球団で活躍したコーチです。私もベイスターズでの現役時代を拝見しておりましたので、とても感慨深いです。今は外野の守備について指導していますね。井出コーチは現役時代、外野手として活躍されていました。続いてご紹介するのは山本武蔵コーチ。 DeNA ベイスターズに所属していました。小学生と並ぶと188センチの体がさらに大きく見えますね。以前こちらのチャンネルにもご出演していただきました。よろしければ過去の動画をご参照ください。武蔵コーチのお父さんはジャイアンツ、ロッテで活躍した山本浩二さん、2世でプロ野球選手として活躍しました。キャッチボールでも熱心に指導しています。武蔵コーチはですね、身体能力が高くて、現役時代内野手だったんですけれども、高校時代はピッチャーとしても福岡大会で登板しています。今回は相手に向かって投げるポイントを教えていますね。武蔵コーチはスポーツが万能で、先ほども言ったんですけれども身体能力がとにかく高いです。クリケットやゴルフ、他のスポーツでも活躍しています。武蔵コーチは現役時代は内野手として活躍していました。今回内野守備を教えていますね。ゴロの捕球体勢から投球に移るまでの動作を丁寧に教えていました。井出コーチのバッティング指導の様子です。井出コーチはですね、指導者としても経験が豊富なんです。琉球ブルーオーシャンズのコーチや、現在はボーイズリーグに所属しているチームの監督もされています。足や武蔵、恵まれた体格から放つ打球はすごい迫力です。小学生たちが沸きます。ゴロ打っちゃうときは最初の仕掛けだったけど、ゴロになっちゃうときはこうやってなっちゃった。点で打っちゃうから当たる確率が悪いから、なるべくボールをしっかり捉える面積を長くする。打ちますよ、打ちますよ。ちょっとアッパーになっちゃった。夏の甲子園で3本塁打を放ったパワーは今もなお健在です。
出コーチにもバッティングを披露していただきました。現役時代はパンチ力のある打撃が持ち味で、広角にホームランを打っていました。フォロースルーが綺麗ですね。最後は夢の対決、井出コーチがピッチャーを務め、1打席勝負。お、かなり小さい子も参加していますね。小学校1年生、2年生ぐらいかな。しっかり前に飛ばしました。お、タイミングバッチリです。大盛り上がりでクライマックスを迎えました。ご視聴いただきありがとうございます。カットバセボールアカデミーのトッツーです。今回は沖縄校の3月に開催された体験会の様子をお届けいたしました。実はですね、4月にも沖縄校で体験会が開催されるのでご案内いたします。4月21日日曜日、糸満市にある西崎中学校のグラウンドにて開催されます。今回は中学生を対象とした野球教室となっております。第1部は9時から11時、こちらは軟式のボールが対象になります。第2部は11時45分から13時45分、こちらは硬式のボールにて行います。お申し込みフォームは概要欄にリンクがありますので、ぜひ皆様からのお申し込みをお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。